これはデモ音声です。写真拡大。巨人中山彩人内野手19が27日契約更改交渉に臨み、10万円増の年俸610万円でサインした。株式会社 AI が提供するデモ音声です。オフは正二塁手の吉川が主砲の岡本和らと行う自主トレに弟子入りすることを明かした。これはデモ音声です。中京大中京高からドラフト3位で入団して1年目の今季は1軍出場はなかったが、イースタンリーグでは44試合の出場で打率309。株式会社 AI が提供するデモ音声です。交渉の席では球団側から来年からショートのレギュラーを取るつもりでやってくれと葉っぱをかけられたという。これはデモ音声です。主将の坂本が10年以上も不動の座としている聖域に、坂本さんはものすごく大きな存在。株式会社 AI によるデモ音声です。どれをとっても超一流。これはデモ音声です。ショートとしての全ての技術を持っている方と話した一方、小さい頃から守ってきたショートのレギュラーを取りたいとこだわりも示した。これはデモ音声です。オフは休みなしと気合を入れ二遊間を守っていて、同じ左打者の吉川尚輝さんにいろいろ聞きたいと正二塁手の吉川に自主トレ同行を志願。これはデモ音声です。ショートを任されるようにレベルアップしたいと進化を誓う。